にちは。京都桜よそこいの開幕を彩りますのは、私たち共演袖触れ最強前線です。この度は京都桜よそこいの開催、誠にありがとうございます。そして前年の大賞演舞として、この平安神宮の舞台で踊らせていただけて大変嬉しく思います。本当にありがとうございます。今回披露させていただきます演舞は、最強前線2021年度演舞暁。テーマは京都府福知山市に伝わる天の岩戸伝説です。遥か昔、たける神スサノオが天界高間ヶ原を荒らし回り、太陽神アマテラスはその惨状に嘆き悲しみ、岩に隠れ世界は闇に飲まれました。暗く混沌とした絶望の中で、八百万の神々は自らに輝きを求め舞い踊ります。明けぬ夜はないと信じて、再び望むは光あふれる未来。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。神よ憂い、あまつかげる。知恵の大地、漆黒の帳が迫り来る。乱れば嵐、天地を揺るがす。
京都桜よそこい、これにて開幕です。たくさんのご声援ありがとうございました。